で書こうと思うんですけど、はいはい。あの先ほどちょっと裏で聞いてたんですけど、<laughs> はい、石黒さんはなんかボーカロイドのキャラクターをされてるということを聞きました。そうなんですよ。私ボーカロイドやってるんですよ。すごいですよね。すごいでしょう。ゆずきゆずきゆかりさんって言います。ゆ,ゆかりさんという。はい。 人がいるんですねそうなんですゆずきゆかりさんっていうじゃあ僕はごめんなさいあの不勉強なものでゆずきゆかりさんをちょっとまだ知らないんであはいあの書いてみようと思いますあうれしいなの石黒さんの説明で書きます僕は一切ググったりもしませんしどうしようもちろんここでググりようもないのでうそー全部石黒さんの説明だけで書きますあのこれ昔ねあの。 NHK の昔5040年ぐらい前の番組であったんですよ <laughs> そういうのが子供が出てきてお父さんの説明をして、はい、で南信介さんだっ,ったっけかなその人の絵を描くっていうねはー、えー、そういうのあったんですよ。じゃその再現みたいな感じでねちょっと私の拙い語学力で伝えられるか分かりませんが柚木、はいはい、ゆ,ゆかりさん描いてもらいましょう、はい、よろしくお願いします。 ちょっと待ってくださいレイヤーを皆さんクリップスタジオとクリップスタジオていうのは実はラスターレイヤーとベクターレイヤーていう二つのレイヤーがありますラスターレイヤーとベクターレイヤー説明がめんどくさいんですけどはしょりますけど今回ベクターレイヤーをとりあえず使ってみますんで見てください。 この右側のあれを見るとわかりますけれどもあーはいここですねはいあの、はい、レイヤーのねところにこういう四角形のマークがなんかこうついてるのがネクターレイヤーの印ですはい、はい、うーんなるほどなるほど じゃあこのレイヤーに絵を描いていくんですね。はい、このレイヤーに絵を描いてましょう。はい、じゃあ先生にゆずきゆかりさんの情報をお伝えしますね。はい、ちょっと待ってください。ゆずきひかりさんは女性ですね。ゆずきゆかりは女です。ゆずきゆずきゆずきひかり先生の名前を読めてくだい。ゆずきゆかゆかり先生。ゆずきゆかり先生もだもうもうだ大先輩のすごい先生のゆずきゆかりさんは女の子で、えっと前髪がえっと真ん中だけちょっと長くて、あとは普通のギザギザの前髪です。 えちょっと待ってください。はい、もうすでに、もうこの段階からわからない通通じてるのかな。皆さんあのコメント読んでるんで、皆さんコメントで教えてください。<laughs> 輪郭どうですか。右株？輪郭え、右<あ>輪郭輪郭はあなんかでも可愛い可愛い感じです。じゃあ可愛い感じで、あのニ、はい、あの僕の絵で描きますんで。先生の絵でお願いします。はい、で前髪が。はい。 ギザギザってなってて真ん中だけピョンってなってて長くてまたギザギザってなってますあいいじゃないですか先生いいんですかれでいい感じですよでこの子はもみあげが長い女の子なんですよなのでもみあげみげって僕のイメージでいうとだいたいこういうイメージなんですけどこれを僕はもみあげって呼んでるんですすごい おおららら似てないからやめようあ,あのキャラクターに似てるって思ったのにねえねえお姉さんできないやめとこやめとこ <laughs> 似てないのはやるべきではないわいや違います違いますでもそれはい、そういうのではなく、はい、耳の前にあるもみあげが、はい、こう長く伸びてるんですけど、うん、顎の横ら辺に UFO がついてて,がついて UFO みたいなのがついてて UFO ってこういうやつですよね。あ、うまい先生 こういう感じですか？あ、そう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 。U フォーの下に、はい、もう一個はあのー、なんだら丸がついてる感じで。U フォーの下に丸がついてる？はい。まあでも U フォーでいいや先生。こうですか？あそうそう。<laughs> ちょっと違さ。こう合ってますか？これ。はいはい。まあ はいはい、じゃあ、その丸から、もみあげが胸の下ぐらいまで。こうキュイーンって伸びてる感じ。これ、これですか、これですか、これ、要するに、髪が伸びてるって感じ。そうです、そうです、長く。これ今、石黒さんの今の髪の毛。そうですこれは、はつで結んでるみたいな感じなんですよ。もみあげっていうから、俺、これかなと思っちゃった。ああ、だ、それも、そういうもみあげがありますね。あ、あと、アホ毛を一本立ててほしいんですね。アホ毛。はい。どの辺に立てますか。アホ毛。なんか、こう、ここら辺に。この辺ですか。こんな感じですか。 あるとあいい感じですね先生はいはいはいですか似てきてる似てきてる本当ですか私、説明うまいですねじゃあちょっとこのもみあげの皮邪魔なんで消しますねでこれで今ねベクターレイヤーっていうのを使ってる時のね技をお見せしましょうベクターレイヤーっていうのは消す時にねすごく簡単に消す仕組みがあるんですよ消しゴムツールを使った時にベクター消去っていう項目あるんですけどこれを使うと ちょっとふ一箇所触れただけで全部こう線を消せるんです。すごい。おお。一発消しですね。そうですね。あとね重なったところだけ消すとかっていうこういう風に重なったところだけ消すっていうやり方もできるんですね。で今回はこれいらないんで全部消しちゃいます。あ便利ですね。あもみあげが消えてしまった。はい。これはね便利です。便利ぜひぜひ皆さんも使ってください。はい。ということでゆかりさんのね。

多分一番後ろの窓側の席で外の講堂を眺めてるみたいなあ,あ<ー>アンニュイな感じのイメージですね<ー>私的になるほどなるほどはいあニュイな、ね、すごい先生それ <laughs> いやいやこれ前です前です <laughs> びっくりびっくりあニュイな感じあニュイな可愛いあニュイな感じですよかわいいあニュイな感じはいかわいいあニュイな感じで、ね、はい,い,いで、はい、あ先生戸惑っていらっしゃいますね。 こういう感じですかね。<laughs> すごい先生。アンニュイさ出てる。<laughs> こうね、目の下にこう、クマつけるとね、ちょっとこう。生活疲れしてる感じが出ていいんですよね。はい。

こんな感じです僕は今、だからその、所属が舞台のお話を書いてるわけじゃないんで、<laughs> はい。はい服とか、どういうんですか服はですね、はい、なんかあの、いつもウサギの耳のついたパーカーを着てて、黒の。はあはあはあ、で、その中は、うん、えーっと、なんて言ったらいいんだろう、ワンピースなんですけど、キャミソールみたいな、うん、キャミソールが長くなったワンピースみたいなの着てますね。えっとパーカーカの、はい パーカーがウサギ耳のパーカーなんですウサ、はい、耳のパーカーはちょっと難しいなウサ耳,耳パーカー耳をはみ出しておきますは,はいはいーー、ね、そうなんですよウサ、はい、耳パーカーはもう全然後ろにはみ出しちゃってオッケーではい。でキャミソールみたいなそうなんですそうなんです、はい、中はキャミソールみたいな感じで、うん、あいやなんか近くないですか皆さんこれ見てる人こんな感じですかヒカリさん知ってる人知ってるんじゃない どうどうどう？似てますか？ああいい感じですよ先生。本当ですか？はいすごい似てます。首のとこはクロスしてあの黒いリボン紐がついてるんです。こうですか？あそう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 すごい。本当ですか？可愛い。はい。もうそれでゆかりさん誕生と言っても過言ではない。本当ですかねこれ足はどうなんですか？足はえっとどうだっけハイソックス。 ハイソックスはいハイソックス紫色あのゆかりさんってあの紫がイメージカラーなんですけど、はい、紫色のあのオーバーニーソックスっていうんですかハイソックスっていうんですか長いソックスを履いててオーバーにあーあ膝上のですかあそうですそうですなんか絶対領域とかが流行ったじゃないですか絶対領域とか流行ってますねはいはいはいそんな感じではいはいはい。 あの靴下、長い靴下履いてまして。このぐらいですかね、絶対力はどのぐらいがいいんですかね。あ、あ、でも、そんな感じですよ。あ、そうですか。はい、で、靴は、あの、黒い靴を履いて。黒い靴履いてるんです。はい。あ。すごい、いい。あ、もう、なんかもう、なってません、これ、ゆかりさんじゃないですか。ゆかりさんですか。なんですか、それ。ペットの犬です。ゆかりさん。ゆかりさん、犬かって。いや、俺、書いてるうちに。はい。 あの夜のお仕事されてる方の朝帰りっぽいなと思ってきたんでちょっと待ってくださいそんななことないですよあの犬の散歩をしながら朝、こうちょっと朝帰りをするっていう、ね、夜のお仕事のお姉さんがね、はい、朝帰りでなんて、はい、そんなバカないや,いやいやでもこれクリップスタジオの、はい、こ,っちでこう触りながらねペペペって消せるのがねそ<あ>、ね、そうそう,そうか書い,いてくださいね可愛くね可愛いいく,くないですか。はい、柚木ゆかりさん ゆずきのゆかり、かっこ夜の女って書かれてますよです。<laughs> でも、ゆずきの月は月ですよね。あ、そうなんです。結ぶ月のゆかりはひらがなで、うんうん、はい、あの月のうさぎちゃんをイメージして作るあ。ああ、そうか、そう。そうなん、だから、ペットはうさぎちゃんの方がいいな、先生。うさぎちゃんか、そう,そう,うさぎちゃんペットに、すみしますかね。 あまり首をつけたら歩きます、うさぎちゃんって。いるみたいですよ、いるんですはいねワンちゃんとかはね、人間の言うことをちゃんと聞いてくれるから、こっち行こうなんて言ってくれるけど、うさぎちゃん、聞かないでしょう。じゃあ、うさぎちゃん、普通になんか横にいましょうかね。そうしましょうか、でも友達のお家にうさぎちゃん飼ってる子がいたんですけど、名前呼んだら来るんですよ、ちゃんと。そうなんだそです、だからうさぎちゃん、意外と頭がいいいいねねですうさぎちゃんになった。 やってやった。これウサギかけないことがわかりました。動物かけないんですけど、<laughs> 特にウサギはかけないった。<laughs> ゆかりさん。はい。はい。こんな感じでじゃあちょっと色を入れましょうか。はい。色は、はい、えっと髪の毛は紫、はい、薄紫色ちょっと待ってください。あのね。はい。実は。 今ベクターレイヤーというものを使ってるんですけど、はい、ベクターレイヤーの欠点が一個あって。はい、色塗れないんですよ。え、色塗れないんです色塗れない。線は、線は引くのは簡単で、それこそさっき言ったみたいに、バって簡単に消したりもできるんですけれども。はい、色を塗ることができないんで。<え><色>じゃ、どうするんだろう。色を塗るときは、はい、ラスターレイヤーという、色を塗れるレイヤーを用意します。あ、そのためのレイヤーなんで、はいはい。で、これ今ちょっとレイヤーの名前を、本当は変えた方がいいんですけど。はい。ここですね、皆さん映ってる。はい、いい。 はい今<ー>あの色を塗るためにいやおになりましたね <laughs> 何を何をやりたかったんですか色ああ、なるほどこれだこれね今あの手元にあるキーボードなんですけど、うん、すごいこれもサイケデリックな7色に光る感じでねそうそうそうあとねロゴはかっこよすぎて <laughs> そうなんです。はいじゃあ色を塗っていっていただきましょう、はい で色を塗りましょうこれで色のレイヤーと線のレイヤーを分けてますだから後でね色の塗り替えなんかも簡単なんですよねあ、これ反対に一緒にすることはできないあ、できますよあ、それもできる同じレイヤーに描くこともできます合成することもできるということではい。えっと髪の毛何色ですか髪の毛は薄紫色です薄紫色ですかはいゆかりさんは紫がイメージカラーなのでねもうちょっと薄いかなでもいい感じですよいい感じですよあ。 見えるかなあちょっと薄すぎるかなまずは濃い濃いめにしましょうねこちらのあの秋葉原のラジオ感の方の液晶の関係でちょっと濃いめに塗っていただきましょうこんな感じかなあそうですねいい感じですねはいはいえっと中の服もそうですか中の服も紫ですこんな感じですかはいでパーカーは黒ですパーカー黒ですかはいそうなんです黒にあのはい黒に蛍光色のピンクでええあの下の袖のところに二本線が入ってる下の袖 でもそういうのってできないですよね。ここにここの辺ですか。どこですかあのこのパーカーの下に二本線が入ってる。ああ、蛍光ピンクですか。蛍光ピンク。これをやるときにはレイヤーはどうやってやればいいんですか。これも同じ。例えばところに線引いちゃえばこう。ああ、そうです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 。こういう感じですか。こういう感じです。こういう感じ？はい、そういう感じです。で先生忘れてた思い出した。ゆかりさん左の上の頭に何かあのスピーカーが二個付いてるんでした。

結構これ近くなあい、皆さん。どうでしょうか、ニコニコ。後で僕ファンの人から大変な目にあったりしないでしょうね。大丈夫です。ゆかりさんご存知の方、今ご来場の方。似てますか。あ、オーケー。オーケー、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 いい感じですよ。あの、この、ここはなん、このクロスしてるやつ。そこも黒い。あ、この黒ですね。はい。えっと、このハイソックスは。ハイソックスも紫です。紫。はい。 えっと,ちょっと <laughs> ゆかりさん、えー、買い物袋持ってるんだ。<laughs> なんか変な出てきたの変なの出てきたじゃない。<laughs> すごい。今ねこのね先生がねキーボードを使いながらやってくれてますからね、はい、かなりいいよって言ってくれてるありがとう。本当、はい、ありがとうございます。<え>よかった。ゆずまるこちゃんっていう名前がつけられてるね <laughs>、はい。

これで完成ですか？うさぎちゃんピンクに塗ってあげてください。うさぎちゃんピンク、うさぎちゃんピンクなんですか？うさぎちゃんピンクでじゃあ。うさぎちゃんピンク、俺うさぎちゃんってピンクだっけ？うさぎと言ったらピンクが可愛いですからね。いやうさぎって白じゃないですか？あいやそっか茶色、うんちゃんと前は出てる。おはいこれこれでいいですか？できました。できはい。鈴木ゆかりさんです。あちょっと待って。はい。ユーフォーは？ユーフォーは銀色です。 銀色ですね。銀色です。はい。も丸も銀色ですか。銀色です。全部銀色。あ、月、月先生、月塗ってない。はい、月、月黄色ですね。月、はい、月黄色。はい。はい、休みなしで四時間って書いてくれてますね。あ、途中で十五分休憩挟みますが、まだ先生の。あの、普段仕事する時よりも欠かされてます。<laughs> すこんな感じですかね、柚木。こんな感じです。で,すできたー。完成ー。